雇用保険、労災保険、介護保険。はい、どうも、ミニ池先生です。さあ、日本の社会保障制度を見ていこう。パート3、社会保険の中でも雇用保険と労災保険と介護保険について見ていきたいと思います。社会保険は失業、病気、障害、老後、死亡、生活不安を解消するための万が一の備えでしたね。社会保険は医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害保障保険、介護保険です。雇用保険と労災保険と介護保険を今回は見ていきます。今回扱う3つは保険料を誰が負担するのかに注目してください。ここが品質になります。まず見ていくのは雇用保険。従来の失業保険を発展させた失業者や育児介護休業者への給付を行う社会保険です。失業給付の条件としては、1つ目がハローワーク、公共職業安定所に来所、給食の申し込みを行い、働く意思と能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。2つ目、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件になります。じゃあ、この雇用保険にはどうやって入んねんって言ったら、事業者、いわゆる経営者が適用基準を満たす全ての労働者を雇用保険に加入させる義務があるので、雇用されてる方は事業主が雇用保険に加入させてくれています。給与明細で言ったら、こちらの部分に雇用保険というのがあってね、月額いくらか払っています。雇用保険の保険料っていうのは事業主と労働者が折半で払ってるんですね。月額どれぐらい払っているかというと、毎月賃金の 0.9% で事業主が 0.6% を支払い、労働者が 0.3% 支払っています。一部は国庫が負担しているということです。結構大事なところなんでね、しっかり押さえておいてください。失業給付ってね、どれぐらいもらえるのって思うかもしれません。離職前6ヶ月の平均日額の 50% から 80% もらえます。例えば失業って言ってもいろんなパターンがあって、普通にこの会社合わへんなーって言って辞めた場合、通常離職の場合でも90から150日給料の 50% から 80% のお金出ますからね。例えば会社が倒産しましたとかリストラに遭いましたっていう場合は90から330日支給、就業困難な病気になってしまった場合は150日から360日支給されます。例えば年齢35歳、勤続年数13年、退職前6ヶ月の賃金総額が216万円とした場合です。賃金日額を求めて216万割る180日が 1.2 万円、給付率をかけて 1.2 万円かける、例えば 50% をもらえるとしましょう、6000円。そこに給付日数である150日もらえたとしたら150をかける、そうすると90万円もらえるよってことになるわけです。こういった計算式は全く出てこないですけど、知っといた方がいいかなと思ったので紹介しておきました。さらに雇用保険のすごいところは、再就職できた場合は就業手当とか再就職手当が出るし、職業能力向上のために費用も負担してくれる。これを教育訓練給付金って言ったりするからね。育児介護のために休業したら育児介護休業給付金っていうのが出ます。休業開始前賃金の 67% が出ますからね。非常に手厚い保険なのが雇用保険になってきます。続いて労働者災害保障保険です。業務上の負傷や疾病、死亡事故などに対する給付を行う社会保険です。ここも注目点は保険料の負担者。労災保険の保険料は事業主が全額負担です。ここはめちゃくちゃ大事なんでね、労災保険は事業主が全額負担、2回言うときましたよ。業務災害って言って、労働者が業務上の負傷、疾病、障害、死亡が起きた場合に出るお金、さらに労働者が通勤してるときに事故に遭ったりしたときのお金、こういったのも全て労災保険から出ますからね。続いて介護保険見る前に、高齢者の福祉を充実させていこうという日本の政策があります。1990年からゴールドプラン、高齢者保険福祉推進10カ年戦略と呼ばれるものがスタートしている。1995年には新ゴールドプランに、2000年からはゴールドプラン21と名前を変えて介護政策を充実させていこうということですが、この2000年より導入されたのが介護保険です。国民に介護サービスを提供する社会保険なんですけど、また保険料の負担者は注目ですよね。保険料は40歳以上の全国民が負担する。高齢者は年金から天引きされるよということです。さらにこの保険料というのは、その40歳以上の人たちが全額負担してるのかって言ったらそうではなくて、事業主と折半だというところです。しかも市町村ごとに保険料やサービスの種類が違うんでね、運営は市町村であるというところも押さえておいてください。ゴールドプラン21によって受けられるサービスは以下の通りです。1つ目が訪問介護。ホームヘルパーの人が
自宅にやってきてくれて身の回りの世話をしてくれる。2つ目が訪問看護、看護師が来て医療的な世話をしてくれます。3つ目が通所介護、デイサービスと呼ばれるものですが、その施設に行って高齢者を昼間だけ預かって世話をしてくれるパターンです。4つ目が通所リハビリ、デイケアと呼ばれるものです。病院などに通い機能訓練などを行います。5つ目が短期入所介護、ショートステイと呼ばれるものです。特別養護老人ホームなどで高齢者を短期間だけ預かるんですね。常に介護が必要な場合は介護老人福祉施設、特別養護老人ホームに入所するということです。さて、介護保険を適用したサービスをどのように受けるのか、プロセスを見ていきましょう。まず会社員の夫55歳と主婦の妻50歳の夫婦がいて、夫のお父さんお母さん、お母さんの方が寝たきりの83歳、お父さんの方が体の弱った78歳としましょう。この場合、老老介護になってしまっていますから、夫の方が介護サービスを受けることにしようというわけです。本人または家族が市役所に申請します。だって運営は市町村だからね。しかも日本は申請主義ですから、必ず申請をしてくださいね。申請したら訪問調査が行われて、85項目を判断し、調査票を作成します。さらに主治医の意見書もつけて、介護認定審査会、市町村に設置されてるんですけど、そこで判断が下る。要介護認定を受けるわけです。健康でサービス不要な場合は自立って認定される。他にも要支援とか要介護とかいろんな認定を受けるわけです。要介護って認定を受けたらケアマネージャーが派遣されてきて、どうやって介護していこうかってケアプランを作成するんです。このケアプラン作成に関しては自己負担額はなしですからね。結果的にどうなるかっていうと、老老介護状態だったのがケアプランが作成され、父はホームヘルパーのもと在宅介護サービスを受けることになります。利用料は介護費用6万円のうちの1割で構いませんので、6000円の負担。母親は特別養護老人ホームに入所。利用料は施設サービス費用の1割になります。2万4000円と食費の2万3000を合わせた4万7000円になります。注目ポイントは、介護サービスの利用料は1割負担でいいということです。ただし、一定以上の所得者は2割負担、2015年から。または3割負担ということで、だんだんと増額しているというのもわかると思いますが、基本料は介護サービスは1割負担で構わないということも分かっておいてくださいね。ただ問題点も山積していて、在宅ケアをしてくれるホームヘルパーの人材不足があるということ、介護士は発給のため人手不足であるということ、要介護認定が適切でない場合があったり、介護目的の入院ができなくなっているので老老介護が増加しているということ、市町村運営のために保険料の地域格差もあるということ、こういった問題の中でやっぱり一番大きいのは介護士の人手不足ですよね。そこでインドネシアやフィリピンとの EPA によって人、物、金が自由に動くことになっていますから、東南アジアから介護士を受け入れることにします。そして勉強してもらって日本の介護士になってもらおうというのも政府の政策として進んでいるわけです。技能実習生として多くの東南アジア人を受け入れているということですよ。さらに社会保障費の割合ですね。年金が一番大きくて、その後医療と続いていますが、介護保険ができるまでは福祉とまとめられていたものが、2000年以降介護保険が独立して現在 3.4 兆円規模の予算がつけられているということです。年金、医療、介護は5対3対2ぐらいの割合ですね。ここら辺も分かっておいてほしいなと思います。以上、雇用保険、労災保険、介護保険について見ていきました。社会保険、しっかりと復習しておいてください。今日はここまで。